ワールドシリーズを制覇したドジャースの選手たちが8日、日本時間9日、ロサンゼルスで行われた NBA のレイカーズ、セブンティー・シクサーズ戦でファンに世界一を報告した。フレディ・フリーマン内野手は長男のチャーリーくんを連れ添い、スター選手との対面ではガチガチに緊張する様子も見受けられた。写真、憧れ、驚き、NBA スーパースターを前にして固まるフリーマン長男チャーリーくん。 バックヤードで対面したのは、今年のパリゴリン米国代表で機種も務めたレブロン・ジェームス。父の前で緊張の面持ちを浮かべるチャーリー君は、調子はどうだいと聞かれて小さく頷いた。するとジェームスは、良さそうに見えるねと優しく語りかけ、この様子にフリーマンは爆笑。おめでとう、と言いながらフラーティ・ブラテロルラと握手した NBA のスターは華麗にステップを踏んでコートへと向かった。 試合前にはベッツ、テイラーら5人が場内の大型ビジョンにワールドチャンピオン24と紹介され大歓声に迎えられてトロフィーを持って入場。ヤンキースを下して世界一になった試合後に喜ぶ選手の様子や試合後のシャンパンファイトの映像が流されフリーマンらが場内の声援に手を振って応えた。中央で記念撮影した後はジェームスがベッツを抱擁するなどして祝福した。 レイカーズのホームアリーナでは、ワールドシリーズ中もドジャースの試合結果を大型ビジョンで紹介するなど、同じロサンゼルスを本拠地とするプロスポーツチームとして共闘していた。